さあ来ました、神様がね動き出したということで、近いうちにフェスが始まるよ。テンション上がっちゃいますね。機材のメンテしなくちゃ。いいだ、フェスのお題まだ、ちょっと待ってくださいね。フェスのお題降りてきたみたいです。来た、フェスのお題は、うお、姫先輩だけ見てないで早く教えてくださいよ。それじゃあ発表するよ、ごくり。今回のフェスのお題は、今回はハロウィンフェスだ。どっちを選ぶ、トリックバーサストリート、キャーワールドワイドに上がっていきましょう。対決するのはお菓子なんて目もくれず、一晩中いたずら三昧トリックと、いたずらよりもみんなでワイワイ、一晩中パーティーでしょ、トリートになります。トリックはトリートってさ、ハロウィンの時によく使う言葉だよな。お菓子をくれなきゃいたずらするぞってやつですよね。すげえざっくり言うと、トリックがいたずらするってことで、トリートがお菓子をあげる、おもてなしするということみたいですね。まあハロウィンつったらどうやってみんなをびっくりさせるか毎年考えるよな。え？ん？姫先輩、ハロウィンはみんなでワイワイお菓子パーティーするんじゃないんですか？え？はい？はい？煽り性能高いなこれ。これなんかツイッターの煽りリプとかで出てきそう。はい？って。分かってねえな、イーダ。ハロウィンはどんだけ驚かせても怒られないっていうすごい日だぞ。何言ってるんです先輩、ハロウィンは無限にお菓子がもらえる夢のような日なんですよ。なんだよ、今年はイーダとお化けコスしてみんなを驚かせて回ろうと思ってたのに、かわいいな。私だって姫先輩とお揃いの衣装でワイワイお菓子パーティーナイトやりたいんです。こうなったらフェスでどっちの予定に合わせるか決めるっきゃねえな。望むところです。ちなみにだ、今回のハロウィンフェスはすっげーぞ。一体何がすごいんですか？神様によるとな、なんと48時間ぶっ通しでフェスやるってよ。48時間、そりゃすっごい盛り上がりそうですね。この時は、48時間フェスなかったんだよね、当時。一昨年ぐらいのフェスなのかな？一昨年ぐらいは48時間のフェスっていうのが初だったから、まあこういうセリフになってるわけですね。今もうリバイバルフェスはなんか48時間がデフォみたいになってるから、まあちょっと違和感あるけど、よし、せっかくだから私らもハロウィンフェスのために気合い入れて準備すっか。ハロウィンにぴったりのギアももらえるみたいだし、みんなで仮装してフェス楽しもうぜ。はい、私もクラゲさんたちや広場の皆さんとハイカラスクエアの飾り付け考えてみます。てなわけでみんなどちらかに投票よろしく。投票したらフェスティー借りれているかカスタマイズでチェックしてくださいね。ということでフェスがね始まりますね。皆さんもうどっちに投票するか決めましたでしょうか？僕はもうね、飯田ちゃんの方に投票しようと考えております。でね、この間の飯田さんの声優のね、アリスさんからリプで、ツイッターのリプで、どっちに投票しますって聞かれて、もちろん飯田ちゃんのトリート派ですよって言ったら、一緒に頑張ろうねって言ってもらえたので、マジで頑張ります。かわいいね。でも投票しとこうかな。なんかでね、今回なんですけど、ほい、こちらね、公式ツイッターの、スプラトゥーン公式のつぶやきなんですが、ハロウィンフェススプラトゥーンのリバイバル開催に合わせて、以前に配布した特別なギアを任天堂スイッチ本体のゲームニュースイカ研究所通信で再配布しているぞ。イカしたギアで仮装してフェスに参加してみてはいかが、すでに受け取り済みの方は再度受け取ることはできないのであしからず、ということでね、一昨年ぐらいにね配布されていた限定ギア、ハロウィン限定ギアみたいなのがね、また配布されるということで、これね、持ってない人はぜひね、注文してみてください。これね、特別な、ギアを受け取るには、ゲームニュースを開き、スプラトゥーン2を初めてギアを受け取るを選択して再起動いただきたい。該当のゲームニュースが見つからない場合は、インターネットに接続した状態でチャンネル別に見るから、イカ研究所通信、スプラトゥーン2を探してみるといいぞ、ということで、ツイッターの方にね、
あのここから見つけられますよっていう説明のね画像も貼ってくれてますので、よかったらそこから、探してみてください。僕はねもう持っているので、ハロウィンギアね持っているのでもう注文できないんですが、まだね持ってないという方はぜひ注文してみてください。ということでね、まあ、投票もしたことだし、ちょっとガチエリア一戦だけやりますか。ほい、それでは富士坪スポーツクラブガチエリアやっていきましょう。いやフェス楽しみだね。10月末から11月頭にかけてですね、今回はね、前も言ったと思うんだけど、チームでね甲子園に出たメンバーで、フェスね全員トリート派で今回はねやりますから。前回ねみんな姫ちゃん派でやったんですけど、今回はね全員イーラちゃん派に合わせてくれました僕がねゴリ押しした、ゴリ押ししました。みんなトリート派おすすめだよ、絶対トリートがいいよね、トリートが一番だよね。普通はトリートに入れるよねそこまでは言ってないけど、トリートトリートトリートでもずっと言ってた。あれ外したかと思った、やばい、ごめんなさい。まあだいぶヘイトは稼げたんじゃなかろうか。ナイス、あー強い味方が強い、ナイス、強すぎた強すぎた。でも結構大活躍だったのでは。ナイス。でもなんかポイントパワーあんまりもらえなさそう、パワーもらえなさそう。3 まあまあまあそうだよね、まあいっか。というわけでね、今回はフェスね、ゲームの方でもフェス発表されたのと、ハロウィン限定ギアっていうのがねゲームニュースの方から受け取れるようなので、よかったらね皆さんそちらからギアを受け取って、ハロウィンフェスのね当日はゲームのねキャラにも、ヒカちゃんたちタコちゃんたちにもハロウィンのね コスプレっていうか仮装っていうのか、仮装をしてもらってプレイするっていうのもありなんじゃないでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね、バイバーイ。